コリアン・ソニー・ブッカーは、アメリカ合衆国の政治家である、ニュージャージー州選出のアメリカ合衆国上院議員。2019年2月1日に2020年、アメリカ合衆国大統領選挙に向けた、民主党の候補者指名争いへの出馬を表明したが、2020年1月13日に撤退した。1969年4月27日に、ワシントン DC に誕生し、 ニュージャージー・州バーゲン郡ハーントンパークで育つ。アフリカンメソジスト監督協会を信仰する家族の下で育てられ、高校時代には USA Today 全米高校アメリカンフットボールチームのディフェンシブバックに選出された。スタンフォード大学では政治学を専攻するとともに、同大学のアメリカンフットボールチームのタイトエンドとして汗を流した。同時期のチームメイトには後に、 NFL 選手となったブラッドマスターやエドマキャフリーらがいる。この他、オックスフォード大学大学院では、ローズ小学生の受給生としてアメリカ史を学んだほかイエールロースクールでもホーム博士課程を収めている。学業を終えた後は、ニューヨークやニュージャージー州ニューアークの非営利団体に専属弁護士として勤務し、1998年の ニューワーク市議会議員選挙に出馬して初当選した。2002年1月9日にニューワーク市長選挙への無所属での出馬を表明する。同年5月の本選挙では現職に敗れたものの、2006年の市長選挙では72%の得票率で当選を果たす。2010年の市長選挙で再選され、全米のマスメディアの注目を浴びる存在に成長した。 2012年12月20日に2014年の連邦上院選挙に民主党候補としての立候補を表明する。現職の死去を受けて行われた2013年10月の上院補欠選挙に前倒しで出馬して当選し、ニュージャージー州選出者としては初めてのアフリカ系アメリカ人の連邦上院議員となった。全米単位でもアフリカ系アメリカ人が 上院議員に選出されたのは2004年のバラク・オバマ以来のことだった。上院議員就任後は雇用差別禁止法案や婚姻尊厳法案を共同提出するなど性的少数者の法的権利を保護するために奔走する。一方でテッド・クルーズをはじめとする共和党議員とも党派の垣根を越えて交流を重ねた。2014年の上院通常選挙では 同性婚反対団体が支援する共和党候補を下し、得票率55.8%で再選される。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、ヒラリー・クリントンへの支持を表明し、一時は副大統領候補に指名される可能性も取り沙汰された。大統領選挙の後に召集された連邦議会では、司法長官指名承認公聴会でジェフセッションズを聴問した。 2019年2月1日に2020年、アメリカ合衆国大統領選挙に向けた民主党の候補者指名争いへの出馬を表明する。ニュージャージー州知事フィル、マーフィーやニュージャージー州選出上院議員、ロバート・メネンデスのほかに、ニュージャージー州会員のすべての民主党所属議員から、支持を獲得した。 しかしその後差はや黒人に支持が広がらず、資金難を理由に2020年1月13日に選挙からの撤退を表明した。ありがとうございます。